はい、どうも、藤子チャンネルです。さあ、ファーチェンジング態度、続きやっていきたいと思います。前回ね。はい、この女の人。会いましたけど。いやー、どうなるんですかね。氷溶けてねえじゃん。いや、ちょっと溶かしてきます。さあ、改めまして、氷も溶けたのでね、先行きたいと思います。へえ。勝手に戻んないでほしいね。うおー、すごいすごいすごい。ああ、加速が加速がやばい。え、こっちか。いやー、それにしても、この雪原どうすんだ?船なくなっちゃったしね。この先行ってどうすればいいんだ、私は。うわー、大きな大地来ちゃった。あー、いて。うわー、滑る。もうこれ本格的になんだこれ。氷河期なのか?それとも、北極か南極にやってきちゃったのかな?もうひたすらね、進んでいくしかないよね。お、なんかあったけど、これ燃料になるかな。おお、え、いっぱいあるけど、そんなにいっぱい持っていけないぞ。あ、待って、沈まないで。あれ、下もあるな。あ、でもどっちにしろいかなさそうだね。あれ?あれ?これ船、うちの船じゃん。あ!うちの船じゃん。やった!戻ってきた!嬉しい!嬉しいけど、嬉しいけど、その修理キットが足りないよ。結構いろんなとこ、待って。結構いろんなとこダメージ食らってるよ。あー、まだダメか。あー、あった!よかった。修理キット発見。あれ?これもいいのか?ほっ。入れ込んで。お、修理完了。なんか上の方。上の方雪に埋まってるな。あ、ここも雪に埋まってるな。え、じゃあもう少しだけちょっと拾ってくるか。いやーちょまあ結構残ってたし、これぐらいあればいいかな。よし、じゃあ出発してみるか。え、動く?これ。あ、でも熱で溶けてったね、氷とかね。ちょっとあいつも直してやろう、せっかくだから。よし。おお、おお、で、おお、とと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 。なんか動きそう、なんか動きそう。出発進行。あれ、ダメかな。あ、でも氷が溶けてきてる。と、氷が溶けてきてるから、そのおかげでちゃん、多分進めるようになるんじゃない?もうちょい、もうちょい、頑張れ。よし。よし、もう一息だ、踏ん張れ相棒。また旅に出るんだ。もう少し氷が溶ける。よし、来たー。よいしょ。
いやー、また旅に出られるとは嬉しいね。あれ、ちょっと待って。ちょっと。OK、こうだな。ちょっと頑張り合わせすぎたかな。あれ、ちょっと火花出ちゃってるじゃん。ああ、修理しよう、修理しろ。修理キットもそんなにな。もうあと、さあ、これで3回か。修理キットももう1個欲しいな。まあ、ちょっと燃料を抑えるために、砲は立てよう。あれ、風の影響受けないな、あんまり。こうか。来た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 。よし、しばらく風任せていこう。さて、もうすっかり氷だらけの世界になったからね。何もない。遠くに大きな崖はあるけど、何にもないんだよな。せめて BGM でもね、出てくれればね、BGM 楽しめるんだけど、BGM もない。お、何か奥の方にちょっとした建物みたいなのが見えてきた。建物かどうかもわからないね。中の残骸みたいなのが見えてきたね。おっと、風の力が弱まってきたな。風向きが変わったのか。こういうとこ妙にこうリアルでね、風向き変わったりするのね。また、もうすぐ風向き変わるよ。ちょっと、こまめに操作しなきゃいけないな。お、音楽が流れてきた。あー、またぶつかる。ぶつかったな。じゃあ畳むか。いや、畳まなくてよかったっぽいぞ。 V どいたな。すまんすまん。では、気を取り直して、行こう。V 邪魔だよ。あれ、でも、これまたぶつかる？あ、ぶつかるね。あ、じゃあやっぱここでさよならだ。じゃあ、これまた。ね、この船はちょっと左右には展開できない、すごいめんどくさいっすね、機能を持った船なので、もうこうなったらね、壁に当たったら潜るしかないんですよ。じゃあ今回もね、潜って、おっと、下の方になんかあるな。これでも潜ったところでっていう感じはするけどね。これは海溝の中に降りていくね。深さ何千メートルとかありそうな海溝の底に沈んでいくっぽいけど、あれ、先客いるんじゃね、これ。下に見えるのは先客かな。明らかにここで沈没してしまった船があるっぽい。で、左の方に、あ、ちょっと前行く。ちょっと待って。ちょっと前進む。あー、燃料ねえ。よし。もういいんだけど、ちょっと待ってね。そこね、左に何かあるっぽいんだよね。燃料あるんだったらちょっと取っておきたいけど。ったっぽい。あ、これ、あ、めんどくせえやつら。いいや。ちょっと沈みながら前方へ。
ちょっとこれで深さをちょっと調整しながらね、こうかな。さあこれでね、まだ前方の方にね、あ、右下の方にあるね。これまた沈むかな。ちょっと深く潜っていこうかね。あ、そうだね、潜っていかないと当たっちゃうね。うまーくかわしながら、もうちょい、もうちょい沈んで、もうちょい沈んで、天井当たるね。はい、ちょっと待って、ストップ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 、物資回収大事大事、燃料は大事。そうそうそう、燃料は大事。こんなんね、燃料ないとね、ほんと路頭に迷っちゃうから。燃料もあと2つか。あ、3つあったね。ここに1個あったね。まあ、ここ4つはね、つけておきたいとこだよね。で、先の方にも少しあるっぽいから、あらかじめ拾っておこうかなと思うんだけど。あれ？ない。このソナーいまいち縮尺が分かりづらいんだよね。はい、前進で、今ちょっと先を見、先の地形見てきたけど、少しまたここから浮上しなきゃいけないっぽいんだよね。なのでゆっくりちょっと浮上していきます。いやー、やっぱり下にあるソナーの反動が気になるな。でまたちょっと水平にして、あー、ちょっと下ガリっていく、ガリっていく、大丈夫。あー、ちょっと浮上止まっちゃった。そう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 、でまたちょっと下下がるよ。うわー、なんか嫌な音楽流れ始めてきた。おっと、またセーブが入ったね。ちょっと待ってね、真下に、真下になんかあるっぽいんだよね。でちょっと一旦真下に、真下に下がっていってみよう。前もどうやら進めないようだし。おっと、ちょっとそこについちゃったな。ちょっとソナーの反応もあるんで左下を見に行こう。あ、物資やった。物資は回収してきました。ただどうもね、向かう先はこっちじゃないっぽいね。こっちは物資があるだけで上に何かありそうだ。ほらほら、見えてきた見えてきた。これちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとごめんね。ちょっと下が、ちょっと下がるね。あ、ちょっと勝手に行かないで、ちょっと勝手に行かないで。少し。あれ、これ勝手に、あー、やべえ、押しちゃった、それ押したくない。少し浮上して、OK。高さを合わせて。さあ、ちょっと前に行ってみようか。そういうことではなかったらしい。じゃあ上浮上して、それなんか多分引っ掛けるんだよね。どうしよう、これこの間っていけるのかな。これで降りてきて、もうちょい降りて、もう、いや、ちょ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 、微調整むずい、微調整むずいです。これ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 。で、前に進む。あー、これ以上いかないんだ。じゃあ、バックだな。
バック、バック、バック、はい止まって、で上へ上がろう、上ならば上へ上がろう。いや違うか、この位置でもいけるか、これだな。開け開け開け、これを下の方か、もうちょい下の方かな、ここにとっつけて、で引くよ。お、動いた動いた動いた、なになにね、どうなるの、ちょっともうちょい完全に引いとこうか。回収回収、まあこんなことやらなくても良さそうなんだけど、ちょっと待って、どうなったどうなった、ちょっと潜れ潜れ、お、なんか進めるようになったんじゃないこれ。 OK ストップ、こっからさあちょっと前進していくよ。どうだい、ちょっとちょっと高、ちょっと高さが違う。あ、はまりそう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 、あ、はまりそう、はまりそうで、は、これはまんないのかな。は、いった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 。いった。あ。ん？なんかガシッとはまったよね。あ、じゃあこれ、え、どうすんのこれ。どうすんの。え、それで？え、で？じゃあ上から何かすんのかな？ちょっと地上上がってみるか。そう、これの、これの上、上、上、これの上だよ、上。え？あ、こっち側来た？反対側に来たかもしんない。いけ、来れてねえじゃん。まあ、こういう困った時はね、着火ですよ。あれ、ちょっと、お、あ、あー、なんか膨らんでない、あれ、あ、行ってる行ってるすごい、気球、え、気球ってこと、おお、今度は空の旅かな。お、すごいすごい、壮大じゃん、かっこいい。あ、どんどん上がってる。あれ、なんか氷だと思ってたとこ、あそこさ滝になってない？すごい、ソアリみたい。とりあえず今動かせないけど、あれ、氷いつの間に溶けたの？なんかこっち側ちゃんと緑とかあるように見える、大地があるじゃない。わ、なんか空すごい綺麗。なにこれ、水彩画？あ、燃えた、やばい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 、ちょ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 、
燃えてる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 。これか？これなのか？修理？あれ、修理とかはできないっぽい。え、じゃあ何すんの？さすがに落ちたら死ぬよね。落ちたらダメだよね。じゃあこれで前とか行く？前行かねえよな。あ、わかった。空、風か。これか。そうだよね。穂があれば立って、ちゃんと。そうだよ、穂があれば制御できるはずだよ。違う。これでいけるか。ほら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 、ちょっと下がってるよ。今下がってるよね。これ下がってるよね。下がってるよね。あ、おお、持ち直、あれ分解してってない？あー、なるほど。ザバーンといきましたね。おー、新大陸じゃない。とはいえどこまで行っても不毛な大地だなこれ。どこまで行っても一人だよ。誰かに早く会いたいな。さて、しばらく多分美しい音楽を聴いてもらっていたと思うんですが、もうまた新しい音楽が始まった。じゃあこちらもしばらく、またしばらく音楽に耳を傾けてもらいましょうか。
あれ？と思ったんですが、ちょっと夜になってきたな。なんかちょっとだけあった植物たちもなくなってきちゃった。おっと。お、なんだこれ。なんだこれ。これはもらっとこう。あ、気球、あ、さっき乗った気球じゃん。え？何かを入れるのかな？あそこに何かを入れれば、おお、鳥さんいる。これ入れる？ひょっとして。あ、ちょちょ、投げないで。そう、綺麗に置いて。あー、よし、やっぱそうだね。半分、やっぱあれ持ってくんじゃん。投げちゃだ、投げちゃダメだったじゃん。返して。これを入れれば、フルかな？よし、満タン。で、満タンになったから、この上のスイッチを押すと、きっと何かが動く。動くはず。うわ、上がってきた。上がってきて、お？開いた。これ何？とりあえずスイッチオンしたけど。うわ、なんかちっちゃい気球がいっぱい出てきた。あ、なんか、え、あれ、火が焚いてある。あそこ誰かいんのかな。この旅始まって初めて人に出会えるのか。一周回っただけだった。あ、でこれを押す。おお、はて、そして、おっと、いて、お、こっから飛び乗ればいいんだな。この方角さ、さっきさ、煙が上がってたところに向かってんじゃない？ひょっとして。さあ、飛び降りて、いて。さあ、なんとね、向き逆になったよ。進む、今までずっと右に進んでたのが左に進むようになったよ。これ大丈夫？これちゃんとできる？左右変わるとちょっとややこしいよ。よし、じゃあ改めて進んでいこう。あ、そっか、マストこっち向くんだね。見えない。どこ？ちょっと見えないよ、これ。風ないな。風、あー、でもこ、エンジンか、風全然吹いてないじゃん。風ダメだな。畳め。いらん。じゃ、ちょっとこっからは、しっかり燃料を燃やしていこう。風が全然ない。先全然見えないから、今はどこまで進んでるんだろうか。こっちから出て、ほい。うん、星あまり見えないね。あ、なんかセーブ入ったな。やばい、推進力が。
あ、どっか到着した。あれ、これ、え、これあのローンセールで、あの前作で動かした主人公じゃん。確かこんなところで終わった気がする。人と会えた。いや、前作あのローンセールって言って一人で旅をして、その主人公はこの赤い方なんですよ。でチェンジングタイド、いや、だから最後向き変わったのか。面白、え、何も会話しないの？なんかないの？今喋ってるのこれ？あー、そうそうそう、あのこの左のさ船、最後ねもうなんかぶっ壊れて動かなくなって到着したんだよ。でなんかこの海の端っこみたいなことがそこに来て終わりっていう、なんか絶望みたいな。あー、それがここで回収された。最後にタイトル、いやー面白かった。はい、ということで、あ、プレステあれくれてありがとうございます。エンドロール入りました。あ、登ってる登ってる。あー、出会えたんだ。なんかいいな、いい終わり方すんな。はい、ということでやってきました、ファーチェンジングタイド。非常に面白かったですね。まあ、個人的にちょっと好きなタイトルのあの実況でしたが、まあなんせセリフも一切なし、字幕も一切なしっていうことで、あの世界観とかをちょっと自分でね、あの想像しながらやるっていうところも面白くて、まあ、ほとんど本当に世界観の説明とかもないんですよ。その全くない世界観を自分でこう想像しながらこう旅していくっていうのが面白かったですね。何があったのか、何を目的にしたのかっていうのも謎のままね。いやージョセル・スコッチさん、あ、ジョエル・スコッチさん、あの音楽非常に良かったですね。あ、バスクラ・フィリップ・ヒルバーブランド、いや、バスクラすごいいい音してたね。あのバスクラの音好きでしたよ。かなり上手でした。上手でしたっていうのもおかしいけど、はい、というわけでやってきました、ファーチェンジングタイド。今最後にねエンドロール流れてると思いますが、最後に、ね、ゆっくりエンドロールを見ていただいて終わりにしたいと思います。では次またね、どの作品をやるか分かりませんが、また面白いゲームで出会いましょう。それではありがとうございました。まあもう少しねエンディングをお楽しみください。Thank you.
Thank you.